批判され、インターネットの配信でも、無料、を主張した GMO インターネットグループが離れたこともある。ジュガが主催すること自体は悪くないが、これまで支えてきてくれたスポンサーに対し、今まで同様のお金は出して。でも権利は私たちのもの、では、誰も納得しない。ここまで国内ツアーがつなぎ境した過去を振り返ると、ツアー消滅危機を救った宮里アイフィーバー。 そして愛ちゃん世代と呼ばれる黄金世代が世界を席巻し、続々とヒロインが出現する今、選手ファーストの運営を期待したいですね。前室のスポーツ紙デスク、ジュガのゼニゲバ、ブリに早々に見切りをつけた楽天。果たして女子ツアーは今後も流星を誇ることはできるのだろうか